ややよろしく頼むぞ。 さ、来ました、老金ですね。えー、前回はだいぶオーバーキル気味にね、あの料理屋さん助けてたんだけど、今までの人脈フルに活用して、活用してというか来ちゃったというか。で、まあ、そんなことがあって、すごい和やかな回だったんだけど、ラストにね、あの、スタンピード的な感じっていうのかな。要は魔物の行軍みたいなのが映ったんだよね。 でもあれが、これからこの三葉のいる町とか国っていうのかな、そういうところに来るっていう流れになるんじゃないかなと。で、そうなった時にじゃあ三葉がどうするかなのよ。あれを一人でやるのか、この国の王様からやっぱ仲良くなってきてるか、助けを求められて、まあ、ここの国の兵士と戦うのか、けどね、この今の、 あの、銃撃ってるさ、軍隊みたいなのがいるじゃん。だからやっぱあの、傭兵の人たちと一緒に戦うことになるのか。これよな、どこなのか。で、こっちの世界で戦うのか、あっちの世界で戦うのかね。仮、まあ、に軍隊を持ってこれるんだったら、まあ、当然、あの魔物の集団を持ってくってこともできると思うから。からそこもまたね、戦場がどうなるのかとか、そういうのに、今回、 今、頭注目しています。頭 <laughs> 戦争だああ、やっぱ戦争になるんだ。あ花火これ売るのか今度は。え火薬ないのにそれまずくないあ、これ使うかなこれからのその戦争。隊長あ、あの傭兵の人かな隊長って。うん。あ このうさぎ前に出てきたやつかね。ん <laughs> 持ってきちゃったよああ、いっぱいあ、差し入れに撮ってたんだ。さっき。えいるのそんなの。未確認いや、いやいや、やば。これ見せちゃいけないやつ。ああ写真撮られたけど大丈夫かなあれ、SNS とかに上げられたら大変なことになんな みつはちゃん意外とゆるゆるだね。ああ。けどこれでさ、やっぱこっちにあれじゃない魔物のあの一個呼んで戦ってもらうんじゃないの少しずつさ、この金貨とかこのギで違和感なくしてるし、変なものを持ってきても。もう暇だって言ってるよ。 うん。うん。うん。いやー、スローライスこそね、史上。いやー、けど、こ、この後あれだろうね。戦争すんだろうね。このメンツで。今の場所とかでさ。うん。 え七十六なんか時々なんかあれだよね。尻尾を立てろとか、古い感じ。何見てんだうん。え断熱シートと、うん。うん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 。うん。あー、オーバーしちゃう。え 安くしてくれるのああ、そういうことおうん。ええー、音楽やば。うん。いや、全員って。うん。ああ、さらに買えるようになるんだ。うん。 まあそうだね。まあしかもお金枯渇してるわけじゃないだろうからな。うん。いろいろ考えるね、あの手この手。あおうん。調査報告。いや、そりゃそうでしょう。うん。まあ情報なんてないよね。 うん。出所名やばいやばい。<laughs> うーん、老眼鏡。うん。うん。うん、そして、ミコ姫だっけやばいな、これ。あ、それそれそれ。姫巫女だ、姫巫女 <laughs> おう、うんサビーネちゃんなもう仲良しだろうしなあんな DVD 見てう,うんうんいやーけど取り込まれないでしょあの子あんだけ言い合ってたじゃんお気に入りなんだね <laughs> いいね、いいね。<laughs> いいよ、この二人。おあこれあれかうん。あのモンスターだ。もう情報入ってんだね、ちゃんと。んあらえ壊されちゃったの、馬車。この人たちのいや。 襲われた後を見つけたのかなああ出たー来たーえなんだよ、途上しろってか嫌な予感しかないね。あーいやー、そりゃ、なかなか来れる人なんていないでしょう。うん。いやー、この件だよ、この件。 ミツハにアイディア出してほしいのか、一緒に戦ってほしいのか。ああ、戦争。え国がやってんのあのモンスターを。使うことをしてし、使う、なんかあれか、導く手段があるのかなえ えサビーニちゃんあれかなあ <laughs> もしかして日本に来るの <laughs> いや、すぐ順応しそうだけど、この子。うん。ああ、裏切った。最悪だね。 うんこういう、混成させてるんだね。うん。なんか裏にやばいやつでもいるんじゃないのうん。うん。頼む。<laughs> 断った <laughs> あ。うん。うん。 ああ、サビーニちゃん連れてね。だからやっぱ戦うよ、これ。うん。<laughs> すげえ覚悟。いや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 。ああ、じゃあ、けどこれは、やっぱこっちの兵士とやんのか はあええー、すごい <laughs> すごすぎる。ああ、だからサビーネちゃんは、ここにあれか置いとくってことになっちゃうのか。え、せめてあの子だけでもさ、ダメかねあの、日本の隣のおばさんとかに預けちゃう。うん。うん。出てこないかなねえ。 連れて行くか、あの人たちをこっちに呼ぶか。だってあの建物ごと行けちゃうならさ。うん、ほらやっぱ地球行きだいや,いや、あっち行ったらもうこっちの世界の生活とか戻れなくねうん。でミツハはどこに行くのうん。 <laughs> あるね、あるね。<laughs> うん。うん。もうなんかいろいろ、うん。おふれが回ってんのか。どこに行けんの、これ。城の中。あー迎えに来たんだ。うん。おじいちゃん。うん。ん 二万。え、二千やば。やば。二万はやばいね。おー、お、ちょっと、ちょっと、ちょっと、いきなりパンチは、やりすぎじゃないえへへへへへへへ いやいやいや、けど、相手。いや、この人にやっちゃダメでしょう。<laughs> いや、いいのかい受け入れるんかい <laughs> おうん。ああ、そうなんだ。うん。一緒に戦うことになるのかなおうん。うん。 いや、てか、ツハは何一人でやんのかなあの、あ、有名なに <laughs> 何あのって。<laughs> あれかやっぱ、姫巫子か。うん、葬式感。うん。うん。もう、あんま時間ないんだね。 うん。うん。なんだうん。あ敵だあーえあえああやばああツつ葉もやられてんじゃんああナイスナイスすげえあ <laughs> すげえ貫通した やっぱ、ああ、燃えてる。あ,あ、これ来るな。いや、ミツハやられちゃったけど、刺さっちゃったけど。そしたら、あの、ボーゼスんとこの子、あれ大丈夫うん。いや、よく貫通したね、玉も。うん。ああ、それですぐに前に飛び出したんだ。 で、あの子は、多分、ミツハを守るために飛び出したんだろうね。いやー、助かった、彼のおかげで。いやー、けど、彼はいやー、持っててよかった。あ、大丈夫かな刺さってるところ的には。うん。とりあえず意識はあるね。うん。 えー、やば、イケメン。ここに来て。えダメダメなのそんな、厳しい。厳しい。厳しいよ。えー、てか、お腹とかさ。いけるんあれないよね。 回復魔法とかここ。え深刻なんじゃないえぇー <laughs> やばっあいや、この子も、この子も連れてっちゃえば、サビーネちゃんと一緒に。ああぶち切れたんじゃないみはこれ。今の笑い方。あ <laughs> ばい来 <laughs> る 持ち込まない。ってことは呼ぶか。あ、はあ。まあ、この子は病院に連れてって、うん。やめた。は <laughs> はやばそう <laughs> え。ええやばー、ミサちゃんを殺せたらすごそう。 なんか、ロケット弾とか打ち込めそうなんだけど <laughs> え。えああであれだヨ平イさんたち。んうんうわあ、写真のやつ、とうとうこれ。いやー、問題になるよ。あ直接 <laughs> あ、ここに持ってきた ああここでできんのかああできるんだ。すごいねああこれで助かるよ。わあ素晴らしい設備だわ。ああああこっちに戻ってきてるからね。まあ、この一緒にいる人にはこう聞こえるのか。 うん、言語もね。いやー、これ全部あれだよ。いや、言うしかないって言おうと思ったらもう。あ、はあ。即参上。<laughs> やべえ<ー> <laughs> <laughs> <laughs>。やべえ。行くあおやば。 <laughs> 金貨4万え ?4 万枚もは、まあ、どうすんの国が出すのかえダメうん。いやーもうまずじゃあ、この人連れてけば。ええー、行っちゃうよミツハなんかないのか信じてもらう方法。え え <laughs> どういうこと何がしたいの <laughs> 何考えてんのみつハお危な<い笑>やーばおいや、撃たれるとこじゃん、みつハなんだっつーのうん。 何買ってしてんのあーータあー、消えたあ持ってっちゃうのやば <laughs> 来てるじゃん、一緒にああ、もう最初からこうすりゃいいのに。なんで車ごと持ってきたのよ。うーん。<laughs> かわいい。あ、あいついたね。ああ。 触ってね。うん。いやあ、これちょっと面白そうだな、こっから。うん。鹿が大暴走もう来たんじゃないのあれ。敵が。 いやすげえとうとう、こんなん乗り出しちゃったよ。異世界で。やばああ水陸療養者だ。うん。通れるのあ、置いてくのえ、置いてって大丈夫これ。あ。ああちゃんとした銃持ってきてるんだね。ん うん、どうしたの魔物。ああ、そうだよね。<laughs> いや、さすがに魔物だとは思わないだろう。ううん。ああ、で、通れなくて、これをあれか。うん。もう降りて通ったら うん。いや、どうするそれ。ああ、降りたなと思ったけど、すごい数。うん。うん、天ほう。うん。 いやあ、あのあ、仲間連れてきたらあの人たち。あの兵隊さんたちさ、どれくらい来んのあ本当に一緒にいるわ、兵士と魔物。ああ、動き始めたセーフかうん。ま、あ下手にちょっと見せちゃうのもね、相手警戒させちゃうし、ここは下手に攻撃しない方がいいのかな うん。やっちゃう打っちゃいますうわぁ。ここのゴブリンなかなか怖いね。ええー、なんで増水最悪じゃん。もうやるっきゃないね。 ああ。うん。やったー <laughs> いやー、この人ならもう頼りまくれるね。うん。なるべくね、至近距離で。無駄玉打たないように。うん。聞くね。問題なく。あれマジか。 銃効かないのええー、マジで嘘やばい。想像してたのと違う。もっと圧勝する展開なのかと思ったのに。タフじゃん、めちゃくちゃ。え銃効かないのあれは あの、ハンビっていうのかなあのね、ジープみたいな、あそこに乗ってる。あれならさ、光景もでかいだろうし、銃の。細切れというかもうバラバラにできないかなちょっと待って待って待って。こんなのと戦うのか。2万。やばそう。そして、あっちはあっちでさ、 なんか、会いたいとか、見たい、見たいか、言い出して。ちょっと、いろんな問題出てきたね。ここの戦争も気になるし、地球側のなんていうか動きこれやっぱミツハ地球側で、その、この世界を渡る力というか、そういうのが、 なんかバレちゃうんじゃないの <laughs> その、大学って言ってたっけおうん。それこそなんか、FBI 的なものが出てきそうな感じもするけどね。 とりあえず、あと、サビーネちゃんね、ほんと、日本に持ってって、で、あと、あのね、受けた傷の男の人、ポーゼス白写君とこの息子ね、あの人が無事だといいけどね、こっからの戦争がまた一体どうなっていくのか、本当に見物かなと思います。圧勝だと思ったんだけどなどうやら違う感じになりそうだね。はい、というわけで、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕の役者に対するコメントお待ちしております。えー、また動画の高評価、チャンネル登録、まだな方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、動画を2つご撃しました。バイバイ。